Hello, my precious friends. My name is Dr. Kaz k i n o h s t a す、えー。今日は、えー、次のような、えー、テーマでお話ししていきたいと思います。えー、最初にですね、I am going now と言ってですね、食事を食べ損なった人の話、それから、えー、この和製英語になりますけど、日本で よくエールを送るとか言いますけどねエールを送るって英語でどんな意味なの通じるのっていう話ですね。それから今日の聖句は第2ペテロの3章14節から学びたいいと思いますそして、うん、発音の練習としてはですね皆様があれは特に子どもが好きなゼリーですねデザートのゼリー。あれゼリーって言ったらですね ゼリーが出てここなないっていうことうになりまますすからそのお話をしますで、えー、最後はです、ね、ちょっと面白いお話としてよく、えー「ツーショット」の写真を撮ったとか言いますけれども「ツーショット」の写真を撮ったら写っている人は何人ですかというお話をしたいと思います。 今日は英検六級の問題から始めたいと思います次の英語非常に優しい英語ですけれどもそれはどういう意味でしょうか my father is my mother 優しい英語ですね my father is my mother これが分かったら英検六級パスですわかりますか my father is my mother じゃあ答え言いますね よく聞いてください。我が父はわがママです。私のお父さんはわがママです。まあこれはジョークですね。ジョークです。聞き流してください。では今度は真面目な話に行きます。英語で come と go という二つの基本的な動詞がありますけれども、この動詞がですね、日本と使い方が違う場合があるというお話をしたいと思います。 である時ですね日本人の学生がアメリカ人の家にホームステイしましたで2階にいた時ですね下からホストファミリーのお母さんがですね声彼に声をかけました「Breakfast is ready! 朝食の準備ができましたよ」ってことですね「b r Breakfast is ready で。で彼はすぐに降りていこうと思いまして 今行きますって言うつもりでですね I'm going now って言ったんですねでしばらくして降りていくとですねみんなもう朝食を食べていました自分のことを待っていてくれるのかと思ったらその家族の人が朝食をもう食べてたんですね変だなちょっと冷たいなとか思ったんですけどもよく考えるとですね彼は この基本的な go と come の使い方を間違ってしまったんですね。で、本当は彼はそういう時は I'm coming.I'm coming. 今行きます。です、ね。日本では。今行きます。って言うんですけども、英語では I'm going じゃないんですね。I'm coming. 今行きます。ってなるんです。で、どういう時に違ってくるかと申しますと、 誰かとお話ししてますよね自分と誰かそして相手の方に向かっていくときは相手を中心に考えるんですね相手を中心に考えると相手から見れば私は来る方なんですね来るですから「I'm coming」というんですね「I'm coming」で「I'm going」とか「go」という言葉を使いますと相手がいて自分がいて そことは違うところに行くって意味なんですね。I'm going to church の意味ですね。I'm going to school.I'm going to the hospital. いろんな表現がありますけれども、話している相手のところに行くんじゃなくて、違うところに行くときは go けれども、話している相手のところに行くときは、英語では come を使うんですね。ですから、彼が I'm going と言ったのは間違いで、I'm coming と言わなきゃいけなかったんですね。 で誰かとお約束をして「私は何時に行きましょうか?ま」あ、その人の家に行ったりですねあのする時は「What time shall I go?」じゃないんですね。「What time shall I come?」あなたの家にに何時に行きましょうか What time shall house? time to I come to your、house? となりますね。ですから、えー、特にこう念頭に置いていただきたいのは相手と自分と話している時に。 相手を中心に考え相手の方に向かっていくときは相手の立場のから見る動詞「感」ということをという動詞を使わなければならないこれが今度はその和製英語のお話をしたいんですけども誰かを励ます時ですね日本ではエールを送るとか言いますねエール。でエールを送るというのは「 そのまま英語で使おうとしたら意味が通じないわけですね。なんで通じないか、いくつかの原因があります。まず一つ目。発音が違うんですね。エール。エール。で、英語でスペリングすると YELL ですね。英語ではエールっていう発音はないですね。YELL。YELL。Ye これドナルとか叫ぶとかいう意味ですけどね。yell って言うんですね。ですから、まず一番目が発音が違う。で、二番目、今ちょっと言っ,ちゃ言っちゃいましたけども yell っていうあの単語はですね、叫ぶとか叫び声っていう意味ですね。励ます言葉とかいう意味じゃないですね。叫ぶとか叫び声。で、発音も違うし意味も違うので、 エールを送るとか言っても全然意味が通じなくなりますね。で「YELL」というのはどういう時、まあ、あの使うかといいますとですねただ「I YELL」とか「A college yell」という言葉を使いますと学校ごとに決まった応援の叫び声のことですね励ますここ言葉という意味じゃないんですね叫び声です。でそれを「YELL」って言いますね「A college yell」 ですから自分の大学スポーツの大会なんかで,ですね自分の大学の選手を応援するための葛を入れる言葉ですねそれをみんなで「イエーって言うんじゃないんですよそこ決まったあの学校ごとに決まった言葉を言うんですねそれが「イエーイ!」あるいはこちらとですねこちら2つのチームがこう言い合う、まあンカじゃないんですけどね そのある言葉を言い合うんですね。その試合の時ですね。それでだんだん盛り上がっていくんですけども、そういう時は日本では応援合戦するという表現ですけども、英語で,ですね、exchange yells、yell を交換し合う、互いに言い合うって意味ですね、exchange yells。そういう意味でその yell というのがあのマニュア語でエールになっちゃいましたけども、試合の時にかける掛け声が やがて「励ましの言葉」っていう意味に日本ではなってしまったんですね。でもし本当にその日本で言う誰々にエールを送りたい励ましの言葉を送りたいという時は英語では何て言うかそれは「send words of cheer to 誰々」。 言葉を送るともう文字通りですね。Send words of c h e e r チ h e e r ってのはまあ励ますということで、その踊る人は Cheer Leader っ言いますよね。ですから、えー、その同じ言葉ですね。Send words of cheer to somebody. あるいは、大きい声をわーって言って励ますときは、Send a shout out to 誰々。わーって大きい声で、頑張れとかそういう言葉ですね。それは、Send a shout out. ですから「エールを」を「send yell」とか言うとちょっと意味が通じないですね。でまあ発音に関わっているんですけども「yell」叫び声は「yell」ですね。日本語で「エール」と言っちゃうんですね「エール」。英語では「yell」。でもう一つ日本語で「エール」って言ってしまう単語があるんですけどもそれはアメリカの名門校の大学の「 名前の一つですね。エール大学とか言いますね。大統領、アメリカの大統領でもエール大学卒業の人は何人かいますけども、この場合はエールじゃなくてイェール、イェイイェで始まってエイ、e、ですねイェール。The Yale u n i v e エール大学イェール。で先び声はイェルですからどちらもエールではないんですね。 今そのエールにまつわる,、まつわるえー、いろんなことを話させていただきました。えー、今日は、えー、第2ペテロの3章の14節から学んでみたいと思います。えー、英語ではですね、えー、このようになっています。Make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with him. 意味は 死みもなく非難されることもなく神との平和を保っていることが分かるようにあらゆる努力をしなさいそういう聖句ですね。まあこの聖句は簡単に言いますとですねキリストに似たものとなりなさいという意味だと思いますね。 ではです、ね、この聖句がどのようにしたらですねこういう英語を言うことができるようになるかというお話をさせていただきます。毎回同じようなプロセスで説明していますけれども今回も2つの背景となるまず英文がありましてそれを合わせるとこの聖句になるというお話をさせていただきます。 この第2ペテの3章14節の聖句の背景にですね次のような2つの文章があります。You were found spotless, were with blameless peace and at peace with him これはあなた方は死みもなく非難されることもなく神との平和を保っていることが分かりましたという文章ですね。もう一つは「make every effort In any situation, どんな状況の中にあってもあらゆる努力をしなさいというこの場合「in any situation」どんな状況にあってもというのはまあ副詞なんですけどね動詞を説明することはこの2つの背景にある文章をうまくくっつけるとですねこの「生クの英語になりますじゃあその手順を説明いたしますねまず Found spotless, blameless, and at, at peace with him というのはそのまま置きまして、You という手語をとって、Were をもともとの形は B にして、その前に To、To be にしてですね、Found to be found spotless, blameless, and at peace with him というふうに変換させます。To be をくっつけるだけなんですね、You were の代わりに To be をくっつけるだけ。 そうしますと、これは福祉家の意味になりますね。で、これは、えー、死命もなく、非難されることもなく、神との平和を保っていることがわかるように、という福祉の意味になります。そして、もう一つの文章、Make every effort in any situation. どんな状況にあっても、あらゆる努力をしなさい。どんな状況にあっても、も、 福祉なんですねでこれに今福祉化した表現を加えますと「Make every effort to be found spotless, blameless and at peace with him」という英語ができます。それでこの「聖句」が完成することになりますね。で2つの文章を比較しますと非常に楽ですね簡単ですね。最初は Make any situation every effort in any situation. In any situation any のところを入れ替えただけで「Make every effort to be found spotless, blameless and at peace with him」という英語が出来上がります。で先ほどの第2ペテロ3章14節を利用してですね応用文を作ってみたいと思います。作ってみたい応用文は「Make every effort to become a role model」 模範的人物になるようにあらゆる努力をしなさい。こういう文章をですね。えー、ちょっと作ってみたいと思います。で、この文章の背景にもやはり2つの文章がありまして、1つは「You become a role model. あなたは模範的人物になります。こういう文章と「Make every effort in this way.」このような 方法によってあらゆる努力をしなさい In this way はこれ副詞なんですこのような方法によって何々しなさいですから動詞と一緒に動詞を説明する表現ですねこれは副詞なんですけどもではどのようにしてこれを合わせることができるかと申しますとまず「You become a role model」ですね「You」を取って「To」をつけますね。to become a role model a そうしますと模範的人物になるようにという複詞化一の表現になりますね。模範的人物になるように。ちょっと復習しますけれども、複詞化された表現がどうして複詞化複詞となるかというその、えー、目安です、どうわかるかといいますと、その後に何か動詞をくっつけて好きしたらそれは複詞なんですね。模範的人物になるように。 頑張りなさい頑張りなさいというのは動詞ですからこれスキルしますね模範的人物になるようについていきなさいもう動詞ですね動詞とくっついていると動詞を説明する表現は全部副詞なんですねで、副詞化された表現は他の文章の副詞と入れ替えることで言います Make every effort in this way このような方法によってというのも副詞ですね これを入れ替えますと「<laughs> Make every effort to become a role model で」で及ぶ文の1と同じ文章になりますね。模範的人物になるようにあらゆる努力をしなさい。Make every effort to become a role model。分かりましたでしょうか、えー、ではあの第二ペテロ3の14のですねを利用した応用文 二つ目の応用文をちょっとやってみたいんですねその応用文はこういう文章です Tom is studying hard to become a medical doctor トムは医者になるために一生懸命勉強していますこれは自体はそんなに難しい英語ではないんですけども難しい英語ではなくても,もっと優しく言うことができるようになりますのでそれを見てみましょう この背景に2つの文章があります。He becomes a medical doctor. 彼は医者になります。ですね、もう一つの背景にある文章は「Tom is studying hard every day. は毎日一生懸命勉強しています」。毎日っていうのはこれやっぱり福祉なんですね。毎日勉強するということで福祉ですね。で、 福祉は福祉と入れ替えることができますけれどもまず「He becomes a medical doctor」をですねどのように変化させるかと申しますと「He」を取ってしまってその「become」の前にですね「to」をくっつけますね「to」で「become」の「s」も取っちゃいますけれども「to become a medical doctor」というふうにしますと医者になるためにというこれは福祉化表現になりますね。化の 一番なんですけどね医者になるためにこれは動詞を説明する表現なのでこれ全体が副詞なんですねでこの副詞これが副詞であれば次の文章の副詞と入れ替えることができますね Tom is studying hard every day この every day と入れ替えることができますそうするとどういう文章になるか Tom is studying hard to become a medical doctor これで例文2の英語になりますね 友は医者になるために一生懸命勉強をしています。このようにですね、ある文章を名詞化したり、あるいは副詞化してですね、それを他の文章の名詞、あるいは副詞化と福祉課と入れ替える、すなわち代入法によってですね、いくらでも文章を作ることができるようになりますね。えー、お分かりいただけましたでしょうか。えー、次に、英語の発音のに関係した、 あのお話したいんですけれども、アメリカ人はゼリーを食べないんですね。まあゼリーはまあデザートとして食べますけどね。アメリカ人はゼリーを食べないというお話をしたしますね。今えゼリーはデザートと言いましたけれども、ちょっと今思いついたお話があるんですけどね。皆さんに質問がありますね。デザート英語式に発音しますとディザートですねディザート。 これは何語かご存知ですか辞書で調べたことありますディセート。何語か。あんまり考えさせても申し訳ないので答え言っちゃいますね。ディセートは食語なんです。ゼリーも食語。同じですね。ついでながら似たようなクエスチョン。アップル。日本式に言うとアップル。英語式に言うと Apple では Apple は何語か知ってます Apple あんまり深く考えなくてもいいんですけどね意外と簡単なんです Apple は何語かビン語ですまあ、ちょっとジョークでしたでは元の話に戻りますけどもアメリカ人はなんでゼリーを食べないか ゼリーと言ってもゼリーが出てこないからです日本ではゼリーという発音しますけども英語でゼリーという発音はないんですよね辞書を調べても多分ゼリーっていう発音に当たる単語は出てこないんですなんで出てこないかそれは日本で使われているゼリーが英語の発音からずれてるんですね で、ゼって言ってる部分ですね。日本ではゼ。あるいは、英語ではゼじゃなくて、ジェですね。ジェ。ジェ。で、リーはですね、まあ、LY でリー。ジェリー。ジェリー。そうにしますと、まあ、日本のゼリーですね。だけど、ゼリーでは、ジェリーを思いつかないんですね。ゼリーは、なんかけがわからないもの。 で実は英語では「ジェリー」という言葉にも「ジェロ」という言葉がよく使われますねジェローで。これは実は商品名なんですね。商品名が全体的にそういうものを指すような感じになってますね。その商品じゃなくても同じようなものを「ジェロ」と言いますね。ただジェリーとということもできますですから発音を「ゼーじゃなくてジェ「ジ」ェェジですね。 そういうのようにましないと英語では通じませんね。で同じようなものとしてですねゼラチンとかありますねゼラチンゼラチンがたくさんありますとか言ってもですね英語としては通じませんね。なんで通じないかやはり全く同じでゼと発音しているところが英語ではゼじゃなくてジェジェですねで。 ですからジェラティンジェラティンですね。というふうに発音しないと英語の、えー、ゼラチンといういわゆる日本で言っているゼラチンとしての意味が通じませんねジェラティン。で、えー、まだありますけども今度は「ジュ」じゃあ「ジュ」って言ったら通じるかってことですね「ジュ」で。あの ジュース飲むジュースはジュースいいんですけどね飲むジュースけどもスポーツで点数がテニスか点数が同じになった時ですねいう時はあれはデュースと言いますねデュースデュースそして飲む方飲む方はジュースですから日本では飲む方はいいんですけどジュースジュース。 スポーツの時にジュースとか言うとですね選手が途中で試合やめてジュース飲んじゃいますからねですからあれはジュースじゃなくてドゥースですねドゥース。でついでながら、まあ、ジェンの発音しましたのでクラゲのことなんか分かりますクラゲ海のクラゲ毒クラゲもありますけどなんか透き通っててブヨブヨして海を漂う生き物ですね巨大クラゲもありますね直径1メートルぐらいの。 それ大量発生して、えー、漁師さんが困る時もありますけれどもあれは英語でなんていうかさっき言ったゼリーの話に戻るんですけどねあれゼリーに似ていますでしょ味が付いていたらおいしいかもしれませんねゼリーと同じように。ですからもともとゼリーはジェリーでしたねジェリー。で英語ではゼ,ゼリーの魚って言うんですねジェリーフィッシュ。 クラゲのことをジェリーフィッシュって言うんですねですから「クラゲ」って言いたい時は「ジェリーフィッシュ」と言ってください「ゼリー」と言いたい時は「ジェリー」あるいは「ジェロ」と言ってくださいでスポーツでテニスなんかで同点になった時は「ジュース」でなくてこの場合「デュース」ですねそのように言っていただければ英語で通じるようになります 次にですね、まあ、写真のお話をしたいんですけどね時々なんか有名人とかですね珍しい人が2人揃ってですね同時に写真撮るとですね何て言うか日本ではツーショットっていいますねなかなかその2人の写真は同時に撮ることが難しいんだけどもたまたまそこに2人いたツーショットそれが カップル、あるいはこちらの有名人とこちらの有名人がねたまたま一緒になった写真ツーショットというわけですけどもこれちょっとね注意しないと意味が違っちゃうんですね。で例えば英語でですね私は映画俳優の ツーショットを撮ることができたと。いう表現ですね。これを英語で言ったら。どういう意味になるか。写真に写ったのは何人かって話ですね。撮った枚数は何枚かって話になっているんですけれども。I. could take two shots of the movie star。私は。あの俳優の写真を。二枚撮りましたっていう意味ですね。the two shots っていうのは。 2枚の写真とというこですですから日本でいる2ショットとちょっと違うんですね。で,では2人が一緒にいるところを写,ったとき写,ると写す時はどういうふうに英語で表現したらよいでしょうか。今の「の I could take two shots of the movie s t a r t e d 意味が違いますので英語で「あえて」言うならば「I took a picture of two people together。その two people のところは誰誰と誰誰っていう具体的に言ってもいいんですね。けどもそのように表現しないとまず。I took a picture of two people together ですね。で、えー、まあ具体的にまあスポーツ選手で言いますと長島元巨人監督と松井選手が二人揃ったとところを取ることができた。 撮ったと言ったら I took a picture of Mr. And Mr. of Nagashima and その二人が一緒にいるところを撮りましたというふうにすれば日本でいるツーショットの写真を撮ったということになります。で、まあ、ついでながらですね写真を撮ってもらいましたというのは何と表現したいでしょうかね。私は 自分の写真を撮ってもらいました言えますかねどういうふうに表現したらいいかと申しますと I had my picture taken ですね。I had my picture taken で私は自分の写真を撮ってもらいましたという意味です、えー、今ツーショットの話しましたけれどもここでもう一度ですね、えー、セイクの、えー 復習発音を中心にしたですね復習をしてみたいと思います第二ベテルの三章十四節ですね Make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him。染みもなく非難されることもなく神との平和を保っていることがわかるようにあらゆる努力をしなさいこの聖句ですねまず、えー いくつかの発音のポイントがありますけども「Spotless シミのない」「レス」ですね、l「e s、LESS」「Spotless レ」「レ」ですね「Spotless それから「非難されることのない」「Blameless これも、l「レ」「レス」「m e l e s s この2つの発音がまず重要ですねそれから「努力」「Effort エフエールトはね、二つの日本語にない発音が出てきますね。一つはエフの発音、もう一つはエート、ちょっと舌を丸める発音ですね。エールエフエから最後にもう一個だけ注意していただきたいのは、found found 見つけられるってことですね。found find が見つけるっていう動詞ですけども、found。 これは、あうですね。あう、found。これをきっちり破損しますと、この成句はとてもわかりやすい英語として言うことができます。じゃあもう一回後について言ってみてくださいね。Make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with him。言えましたでしょうか あそこでちょっと最後に付け加えて説明したいことはですね, with him ですね前置詞とあと代名詞これ認証代名詞っていいますけれどもそれが2つあつく場合は最初の方が強いんですね「with him」じゃなくて「with him」普通はそういうイントネーションになりますねだから「peace and a peace with him」ですねそういうふうに言ったら非常に分かりやすい英語になります。 で今日はです、ね、応用文の、えー、英語の発音もちょっと練習してみ,みましょう応用文その1これも非常に似てましたけども「Make every effort to become a role model」模範人物「a role model」ですね「Make every effort to become a role model」 ここで注意していただきたい発音としてはですねまず ROL これ役割って意味ですね ROLROLE これはまず R の発音と L の発音が両方入ってきますね ROL それでもう一つは R の後の O ですけどねこれを O って長く伸ばす発音ではなくて O から U に変化させる発音ですね ROL じゃなくて ROLROL ですね これはきっちり発音できると非常に分かりやすい英語になりますね。それから日本ではモデルさんとかモデルもとか言いますけど英語ではマですね。マ。でデルの絵はほとんど発音しませんね。マドル。マド,ドル。ロールマドル。このようにすれば非常に分かりやすい発音になります。ではもう一回言いますので Please Repeat after me。 Make every effort to become a role model. One more time. Make every effort to become a role model. Tom is studying hard to become a medical doctor. Tom is studying hard. to become a medical doctor become medical a ここでですね注意していただきたい発音が少しありますけどもまず「トム」日本では「ト」オとか発音しますけども英語特にアメリカの発音ではですねあ口を大きく開けてタームターム「トム」ですよトム」じゃなくて「トム」それから最後の「お医者さん」日本語では「ドクター」「ドクター」って言いますけども英語では「 だ大きく開けて「ドクター」で「ter」言う時は顎がちょっと閉まるんですね「ドクター」この「tom」と「ドクターがきれいに発音できると非常に分かりやすい英語になりますねでもう一つちょっと欲張って発音のことを言いますと「tom is studying hard」一生懸命ですね「hard」これは、まあ、イギリス式であれば「r」の発音はしないで「hard」 いいんですけども、アメリカでは R の発音を入れますので、下がちょっと丸まりますね。R と言った後、下を少し丸めて、Hard, Hard ですね。ですから全体的にもう一度言いますと、Tom is studying hard to become a medical doctor。ありますね。Okay, one more time. Please repeat after me.Tom is studying hard to become a medical doctor. Okay, well then, please come and join us again next time, okay?